どうも、うずです。本日はちょっと GH5 のオートフォーカスの速度を変えられるというところが魅力の一つにありますので、それをちょっと試してみようかと思います。早速今つけてるオートフォーカスの速度、これ00の設定です。駆動速度と追従感度というのがあるんですが、それが00になっているんですが、これをまず試してみましょう。じゃあここにあるお酒、これをこんな感じですね。はい、外してみましょうか。これが、駆動速度と追従感度00です。じゃあ次は駆動速度を最大にしてみましょう。5だったかな、メモリが。はい、じゃあこれで駆動速度5。どう、速くなったん、これ。こっちから近づけてみようか。これが5です。こう速いと言ってもこれがそうなのかな。まあこれが5です。じゃあ次、追従感度5にしましょう。だから55の設定ね。ごめん、あの追従感度はプラマイ3でしただからこれ53の設定。じゃあこれが今つけてる標準レンズでの最大速度になります。じゃあ行ってみましょう。追従だから寄せてみようか。これちょっと辛口なコメントきそうだな。もう一回いきます。じゃあパッと置いてみましょうか。こんな感じ。遅いと思う方が多いかな。これが、駆動速度5の追従感度3という設定です。これ遅くしてみましょう。反対に両方ともマイナス5のマイナス3にしてみます。ではこれが一番遅い設定です。じゃあパッとまず置いてみようね。なかなかあってこない。あ、こんな感じだね。これ外すよ。確かに遅くなったね。だから雰囲気を出してこうスローテンポなオートフォーカスをかけたかったら、これはこれで効果が出るのかな。じゃあちょっとこちらから送ってみようね。確かにゆっくり。こんな感じです。まあね、オートフォーカスの速度が速いか遅いかはまあ人それぞれの捉え方があると思うんですけど、まあ、実際はね、十分かな。これだけで撮ってくれれば十分かなっていう速度はありますね。で、この効果を変えられるっていうところがすごくよろしいんじゃないかと思います。私が使っているね、この 70D だと、そういったオートフォーカスの速度調整というものは基本的にありませんので、そういったところをこういうふうに自分でいじれる、カスタマイズできるっていうところは GH5 は楽しいかなっていうところもあります。本日はちょっとこの GH5 のオートフォーカス、そのオートフォーカスの速度と追従感度というのを調整できるということだったので、それぞれちょっと値を決めて試してみました。この辺はちょっと自分好みのね、オートフォーカス設定ができるというところで面白いと感じましたので、興味がある方には役に立ったかなと思います。本日の動画が良かったと思う方はぜひ高評価、チャンネル登録の方もいつも言ってますけどよろしくお願いします。ではまた別の動画で、バイバイ。